13歳ラスト最年少コンビ、イエイイエイ、中学生コンビ、中学生コンビです。中学生です。最年少やらせてもらってます。よろしくお願いします。ハッピーバースデー。あれ、どうされました。あれ中学生でした。中学生ですよ。あれ中学生です。何年生ですか。中学1年生です。あれ、いや、私が3年生です。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 ごめんなさい、気になる。ラスト13歳。ラスト13歳、おめでとう。イエーイ、おめでとう、おめでとう。3期のバラエティ班、バラエティ班だって。あ、この4人、この4人ですか、もしかして。私も嬉しい。バラエティ、イエーイ、かわいい。今日みんな頭髪違うんですよ。そうなんです。そうなの。リリカちゃんとちょっと似てる。ちょっと似てる、確かに。ちょっと似てる。似てる。春はさ、ハーフアップをもうちょっとね、いつもより大人っぽくしてる。そう、大人っぽい。リリちゃんなんかポニーだ。ポニーしちゃって、ポニーポニーにしました。あ、ダメだ。あ、カラオケで歌ってもらってちょっと似てる。似てる。ダジャレ言ったみたいになってる。元気な娘いっぱい。元気な娘。お腹すいたな。さっき抜けようかな。さっきパイナップル食べてなかった。あ、だめだ。しました。何のことかな。何のことか食べてないです。ダメだよね、圧かけちゃう。中学生なの。ごめんごめん。今日で14歳の私と会えるのはみんなが最後でした。あ、そうだね。そうだね。え、14歳あ、違う、13歳だ。フライング、あれ、フライングしすぎた。みんなが最後です。3期で13歳ラスト鈴木。モバメを置く、モバメじゃなくて、メッセージ気持ちで違う、ボイメ送るからね。え、待って、うちが言うけど、え、みんな同じこと。レレレレフにボイメ送るからね。送るって言ってるんです、みんな。一番乗りするから。私が一番にしよう。もしかしたら既読つけるの忘れちゃうから。あー、12時ちょっと片思いった。そうそう、ちょっと見習った。仕事終わった、お疲れ様です。仕事終わですね。仕事はお疲れ様です。疲れ、うん、おでーす。ていえていえやだもん。あれ、今3期で誰が誕生日迎えた今年。えっとね夏希と この3人と、あ、そっか、あとゆうはちゃんと萌ちゃんと花江ちゃんと、うん、結構迎えたよね。お、まだ9月なのに。うん、確かに。萌とね、私は2日違いなの。うん、はあ、私が9月30です。く、語呂合わせ、語呂ない、語呂ない、いい語呂合わせってなんだ。語呂がいいっていうのかな。ご、語呂さ、く、く、く、草を、草、草を。ちょっと待って、ちょっと待って。草、草丸、違う、いいじゃん。違う、草、違う、草。ちょっと私は家出します。はい、ちょっと私も家出します。家出されちゃった。また明日、また家出します。あー、やればよかった。やり続けます。取り残された鈴木さん、残されちゃったよ。ああ、みんなスクショして、スクショ、スクショ。 OK、 なんか3人称来た。それは私も、スクショタイム。みんな家でスクショタイム。13。あっ、オッケーかな。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。
校の休み時間みたい。確かに学校じゃん。ガヤガヤ。3人のことはなんて呼んでるの？あの今日本当はあのさん付けやめます、下の名前で呼びます宣言をしようと思って来てたんですよ。だけどあのなになに、悪いことやばい、キーって言います。なに、これ、なんかあった。待って、コメント見た。うん。ヒーヒーヒー、待って、どこ。そうなんです。今日本当は全員名前で呼びます宣言をしようと思って来ようと思ったんですけど、なんかみんなで最後、みんなでなんか集まって話すみたいな時間がなくて。そうなんです、本当は14歳になる前に、なる前に本当は名前で呼ぶ目標があったんですけど、じゃあ明日から切り替えよう。そうですね、明日からみんなのこと名前で呼ぼうかな。今めっちゃお腹空いてます。今日給食食べようと思ってたんです。食べようと思ってた、食べてたんですけど、すぐその後になんか集まるみたいなのになって、あのあんまり食べれないままになっちゃいました。あー、一気に全員名前呼びするんだね。ああ、確かに。そりゃお腹すく。そうなんです。もう食べるのが遅い？遅いのか？なんか遅いのかもしれない。え、でもなんか単純になんか量が多いのかな。食べないとどんなテンションになるのか、テンションわーってなるかも。今日はたくさん晩ご飯食べてね。食べます。今日は昼時間がなかったから夜はゆっくり食べます。急がず焦らず。ご飯は何回ぐらい噛んでる？ 1,2,3,4,5,6。 いや、わからないな、わからない。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。わあ、明日からは14歳だよ。13歳はどんな1年でしたか？13歳は挑戦の1年。いや、でもだいぶ後半の13歳でしたけど、オーディション受けて、ソロでも歌って、大勢の方の前でダンス披露して、挑戦の1年でした。逆に何回噛んだか数えているのすごい。いや、なんか小学校の頃放送、いや私小学生の低学年1年生まで数えてて、放送、なんか学校の給食の放送みたいな時に、ご飯は30回噛むのが適切ですみたいな豆知識を聞いて、それで30回
1,2,3,4,5,6,7,8 でずっと数えながら食べてました。よし、歯減る。え、30回噛んだら歯すり減る。でも私歯ぎしりがひどいタイプなので、そこでもう歯は消費してるかも。給食の時間過ぎてお昼休みも食べてそう。そうなんですよ、もうずっと食べてる、ずっと食べてるみたいな子でした。今はちゃんとある程度の速さで食べてます。でもなんか歯ぎしりって自分で今できないのに、なんかあり、普通に今はうーって言ってもできないのに、なんで寝てる時はできるんだろう。寝てる時って一番なんか力が入りにくいはずなのに、めっちゃ力入る。歯ぎしりするの、するんですよ歯ぎしり。いや、普通に生きてる時は歯ぎしりしないんですけど、寝てる時は歯ぎしりを具合が悪いとしちゃうタイプです。変な夢見てるのかな。そうなんですよ、なんかだいたい歯ぎしりをする時の夢はなんか頭をゴンってされてます。そうなんです、歯ぎしり。あ、でもなんか心地よくぐっすりと寝ている時はしなそう、私のイメージ、自分の。なんかすごおりゃー、なんかなんだこいつおりゃーっていう夢を具合悪い時は毎回見ます。なんかすごい怖い、なんかすごい怖い、なんか野球バットみたいな持った人が来てそれで頭ゴンってされる夢を何度も見ます。誰かと戦ってるんだ。いや、なんか戦ってるっていうより、なんて言うんだろう、私が寝てて、なんか駐車場みたいなところで寝てて、だいたい毎回コンクリートの壁のところで寝てて、そしたらゴン。それって相手は分かるの？分かります。3人くらいのヤンキーさんです。前世の記憶じゃない。霊感強いタイプ。なんか霊感ないですね。なんか小学校の時に親指のなんかこのなんかここのシワが空いてると霊感があるっていうのを聞きました。全くではないけど、全然空いてないです。友達でいたんですよ、霊感ある子が。なんか学校から帰ってる時の、帰って歩いて一緒に歩いてってた時に、
なんかここに泣いてる女の子が座ってるよって言うんです。え、びっくりですよね。霊感があったら人生変わりそう。霊感ある人いますか？リリカちゃん見えてても気づかなそう。気づかなそう、確かに。なんか、あ、でも意外と私人間観察よくしてるタイプなんです。でもどうなんだろう、すごいちっちゃい頃、小学校1年生2年生だから、その子もなんかあのおままごと的な感じで言ってたのかもしれない、わからない。でも本当にある子はいるのかな。霊感よりか勝負感が欲しい。勝負感、戦ってるぞ。こんばんは、こんばんは。当事者にしかわからない。そうだよね、やっぱり。でもやっぱりそうです、大人になればなるほどそういう話って信じてもらいにくくなるから、多分大人とかでそういう人を見つけるのは難しいかもですよね。だからといってちっちゃい子で聞いてもおままごと感覚で言っているかもしれないから。リリカちゃん観察すると面白そう。観察。霊感とかあったらちっちゃい頃にトラウマありそう。なんかでも特別だから嬉しいことかもだけど、ちょっと怖そう。メンバーからはどんな子に見られているんだろう。私ですか？私は霊感もないですし、多分あのごく普通人間です、多分。あ、ごく普通人間は嫌。でもそこまでなんかあれですね。でも13歳ってだけあって、なんか最年少を感じられているのはなんとなくわかります。でも同じ年の子、同じ学校の子とかには、え、しっかりしてるねみたいな言われますよ。NGT の末っ子、末っ子です。でもやっぱりあれです、あの本当に同じ年の子にはあのそうなんですよ。でもなんかしっかりしている感じがある気がするねみたいな。でもあれなんだと思います、しっかり度は年相応かなって思ってきました。学級委員とかはやったことある？あります、ありますよ。小学校の頃に、なんかそうなんです、自分で推薦じゃない、なんか誰かからなんか多数決みたいな感じで
推薦があって、なんか私だったんですよね。本当に小学生の頃自分ではいとか言って手を挙げてたのは1年生ぐらいの時しかなくて、4年生の時はなんかもう静かにしてるしみたいな感じで、なんで私って思いました。でも中学生になってからは立候補する人が 何人もいた、何十人いるから、何十人はいないな、10人ぐらい、10人前後いるので、小学生の頃はやりたい人でした。もう誰も手あげないってなって、そうなんです。なんか黒板に何々さん正の字、何々さん正の字ってなってて、私の増える時にやばい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 って人気投票みたいなところもある。そうなんです、一切人気は得ていませんでした。もう こじんまり そうなんです。なんか別になんか緊張するぞみたいなわけではないけど、なんて言うんだろう、学級委員になるってこのクラスの中で私がなんか女子で私が一番しっかりしていますみたいなことを言ってる気持ちになるんですよ、勝手に。だからなんとなく、そうなんです、なんかそれが一番前に出てしっかりする人が私でいいのかって、なんて言うんだろう、学級委員やってるってことはその子が一番しっかりしてるっていう風に思うんですね、前に出てる子を見ると。それがたとえなんか立候補してた人だったとしても、だから本当にそれが私でいいのって思いました。出ました、考えすぎ、本当に考えすぎが出ちゃう。でも意外と小学校の頃って学級委員で何もすることがないじゃないですか、雑用係みたいな、先生のお手伝い担当みたいなそうだったので、安心安全でした。司会とかしない、知ってました、は何々係がいい人、はい、ここに貼ってくださいっていうやつです。あ、授業前に資料配る、やったそうだね。でもクラスの子はリリカちゃんがしっかりしてると感じてたから推薦し、あー嬉しい。でもやっぱり今ここに来て私がしっかりしてるって NGT の3期の子にあんまりなんかしっかりしっかりしっかりとはしっかりしてるみたいなのは言われなくて、なんか顔が大人っぽいねみたいな感じだけなので、そうなんです。でもやっぱり年相応っていうのかな、その年の子の中ではしっかりしてるっていうことなのかもしれない。自然体でいられてる、あ、それはいいことかも。みんなお姉さんだから、そうなんですよね。やばいのがすごくだって、いや、こっちがやばいだけ。私は
私目線しっかりしてる人。木本さんしっかりしてるかも。なんか率先してお掃除始めますみたいな、いつもなんか掃除のほうきとかを持ってきてくれるのが早いかもしれない。今んとこ見た目はお姉さんだけど話すと年相応って言ってるメンバーが多い。そう、いやでも私の中で違う、あのでも同い年の子の中ではしっかりしてる方って言われる、なんか落ち着いてるみたいな、なんかなんていうか落ち着いてるみたいな感じで言われることが多いんですけど、なんかあんまりわなんか はっちゃけみたいな感じでしないねみたいな感じで言われるんですけど、だからきっとあれですね、あの心配性なんです。多分まるまるってここで合ってるよね合ってるよね合ってるよねって聞いてたら年相応になっちゃったかも。木本さん明日からは言うなよびどうしようかな。木本さんなんか自分のこと言うって呼んでる時がある気がするので、そうなんです。いつから呼べるかな。年相応の魅力は今だけ。13歳、あ違う、明日からは14歳、14歳らしく。あ自分なのに言う、あそっちの言うじゃないそっちの言うじゃなくて、木本優奈の優。リリカちゃんはなんて呼ばれたら嬉しいですか。でもなんか公式だっけ、なんかのニックネームはリリカなんですけど、なんかリリカちゃんって呼ばれるのがなんか慣れてるかもしれないでもいつかそう、でもリリカ先生って呼ばれたかった。そうなんです。なんか保育園の先生か幼稚園の先生か、なんか学校の先生とか校長先生とかなりたかった。あリリカ様、リリカ様です。リリカ様、そうなんです。あのニックネームの候補書くときに2枚紙があって、その時にあのリリカがいいと思ってもう一個思いつかなくて、第二候補でリリカ様って適当に書いたらそうなんです、リリカ様って呼ばれてます。子供好きなの。好きです。私も子供です。ちなみに私よりもちっちゃい子って子です、ことですよね。なんですよ。かわいいです。かわいいですよね。じゃあ今度からリリカ様、リリカ様、嘘、リリカ殿、リリカ。19時53分、まあ壇上読みしようかな、しようかな。
ます。いきます。13位のりのさん。12位ひろひろしさん。11位おじゃさん。10位 NAIJEAB さん。9位埼玉山沿いさん。8位イチョールさん。7位文政さん。6位マサボーさん。5位ゆきさん。4位ゆめのすけさん。3位かつさん。2位ようへいさん。1位りょうさん。ちゃんと読めましたよ、今日も。14歳になるんだから明日からは目覚まし時計かけなくても起きられることでしょう。できるかな。あー、えらい、イエイ、ありがとうございます。よくできました、ありがとうございます。なんかよくできましたって学校みたい。なんか学校でよくできましたのスタンプがなんか高級そうに見えてすごいなって思ったのが覚えてる。13歳、あと4時間楽しんでね。わー、あと4時間、何時間って数えられちゃうんだ。花丸56分。桜マークのスタンプ、それです、それです。でもどちらかといえばあのキャラクターのスタンプが嬉しかったかも。わあ、最後だ。13歳の鈴木リリカを見れるのが最後です。皆さん、1238名の皆さん、最後です。わあ、13歳、鈴木リリカ、腕まで。13歳は最後です。なんかそうなんです、ラグなくなったのが、あの Wi-Fi 切ったらなくなりました。不思議、寂しい。でもキャッチフレーズは中学2年生なので変わらないです。見納めに来ました、見納めてください。13歳です。それはギガを使っちゃうのでは。そうなんですよね。でも皆さんが見れる、これをきっちり全部見れるのとギガを私が使うのどっちがいいか考えた結果です。明日になると何か変わる予定ですか？度胸をつける予定です。大人の階段登ります。無制限じゃないですけど使っちゃう。だって今日29日なのでもう大丈夫です。大人の階段登っちゃいます。14歳、すでにかなりの度胸ある。度胸っていうのは今話していいのかな、どうしようかなって考えずに、もう喋るときは喋るぞっていう風な、お話が上手になるっていうかあれなんです。まず、あ、やばい、今59分になっちゃった。
まだまだ話したかったのに、話したかったのに。君はまだシンデレラ、13歳シンデレラでした。鈴木リリカでした。わあ、59分だ。わあ、みんな1273名の皆さんありがとうございました。また来てください。絶対明日来てください。バイバイ。また来てください。